24連撃。うん、そうだよ。あの、アクセス崎1期で24連撃いった。昨日だったか、おとといか。すごいね。それすごいやん。戦闘記録、多分残ってるからね。あの、テヒコロで1番になってるやつ、そうだよ。これね。うん、おとといだな。584ポイント稼いでるやつ。そうそうそう。あの、ケンプでね、初動を失敗して、で、なんか、アクトで、なんか適当に遊んでたら無双してた。84ポイント稼いだね。最終的に30キロぐらいいったんちゃうのそれ。32期最終的にはすごいね、うん、まあ敵コロだからなっていうのはあるけどね。アクトの雰囲気ってさ、絶対にあの直撃コース見えない仕組みになってるから、うん、なんだろう、こう固まってるやつかなんか真正面から直線コースで撃たれると絶対かわせないんだあれ、うん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 、あの密集してるってこともあって絶対かわせない仕様になってるからさ、うん、貫通するしね。そうそうそう。さあ、じゃあパーサン30キル頼むね。わあ、やだわ俺ステーキ機体3機にしようかなけど6人おるから単純計算1人10キルやな、うん、うへえ。どうしようかな。お、ここあんねや今ん。トリットトリント、トリント。あ、トリントン来た、うん、俺今まだ参戦のあの画面に来てないんだ。遅いね。あ、いや、編成してた。ちょっとあの、ザクワン入れるのはちょっとなと思って。場所的にちょっときついからさ。支援機とかマジ外そう。支援機とか思んないから外そう。撃墜目的で支援機はダメでしょ。あの、トーチで撃破できる時代が来るかもしれないけど、多分ダメだと思う。トーチで殺す。え、でもさ、トーチ5人集まったら殺せるとかやったら面白いね。パチパチパチ、電気ショック爆発しちまうとか言って。やだわそれ、なんか屈辱だわ。支援機のトーチに殺されるとか、わらわらわらとか、なんか言われそうなんだけど。久々のあのトリントンだな。どうなんだろうなこれ、ね、どうしよう。アクトを外してあのゲルジエを入れるかどうしようかなって迷ってんだ今、うんうんうん、意外とこうね、ゲルジエ強いんだ。ゲルググあの、うん、スナイパーの方。そう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 、うん、あいつ買うのゲルキャノン。パーさん、ゲルキャノン、ゲルキャね、持ってなくはないんだけど使わない。あの、なんかコスト的にきついから使わないんだ。うん、金もあったらな、金あったら使いたいのにな。俺金あるけどビームシューターに恵まれない男だから。なんかね、みんな食い入れなんだよ。連邦のあのガンキャ2にしてもそうだしさ、こっちのジオンのもそうなんだけど。あかんの食い入れ。あんまりね、良くない。うん、F 型使うんならばまだメリットあるかもしれないけど、俺使わないからさ、うん、F 型とかそういうのも、うんうんうん、基本 N 型使うからさ、あのガンキャとかそういうのに関しても、うん、今回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。そういえば連邦のチャット見たんすけど、はい、なんか一定以上ダメージ与えてたらキル扱いになるみたいなんですね。ああ、アシストの仕様が変わって、うん、得て仕様になるっていう、うん、防衛君が防衛君が得て仕様になる、よかったねトポンゲーとか言われたけど。で、なんか得てるさ、そのキャラグラが増殖してるんだけど。また2人ぐらい増えてたんだけど、僕も得てポンゲーなんですよ。俺あれだから、エテポンゲのメスバージョンだから。どんどん増えていく。もっと増えていくでしょこれから。今5人ぐらい俺。アムロフがいっぱい増えていくぞ。あのキャラグラで舞台申請してくれたらすぐ許可すんねんけどね。特別処置。僕もアムロなんです、うん、連邦軍に入れてくださいって、うん、許可しよう。あー、突行けばよかったかな。真ん中来ちゃった。
真ん中の拠点いいじゃん。まあジオン側だと絶対ガーベラに持ってかれるけどさ、こっちガーベラですからね、やっちゃいましょう。あ、なんかいきなり開幕録音されたな。ガーベラなんてゆとりクソ機体使わないですから俺。4号機は別だけど4号機とアクトザク狙撃は別ですけど、いや、あんだけ弱体化しろ言ってたのに思いっきり使ってるからよ。よいしょ。というかさ、4号機とか来るとさ、味方とかが逃げるから困るんだ。あ、4号機じゃない、ガーベラとか来るとさ、味方が逃げちゃうから困るんだもん。高出力ビームなんちかに恐れちゃってみんな味方引いちゃうもん。引く。あれ困るんだよ。ゆとり武器とか出されちゃうと困るんだ。あー、ザニーがいる。ザニー死ね。ザニーザニーだ。あ、取られた。あ、やべ、暴発した。まだいけるか、まだ。お、すごいね、ここまで踏んじゃったね、めっちゃ。やべえ、あいつ固まってるなって思ったらさ、退出したんだけど、あいつ。いきなり消えた。ワープ。ワープかと思ったら、普通に退出した。当たんね、今日の狙撃。蹂躙してるよ、蹂躙。遠すぎて当たんね。うわ、相手さんいいな。緊急起動できんし今。え、それ解除できんかったっけ。2段階したら自爆します。あ、そっかそっか、それ2段目。いや、1段階なんですよ。1段目まだ。何それ、はい、2号、ブルー2号機で、うん、そうそうそう。ああ、エグザムか、うん、そういえば俺2号機の金属感持ってたんだっけな、今思うと。まあ、あれなんだけどね、使わないんだけどね、ジオンでそんな遊んでないから。最近になってちょっと遊ぶようになったけど、あ、全然遊んでないんだ。おかげでイベントチケットが2、3枚か、あ、違う、1枚しかないんだ、今だ。まだ1枚しかないんだよ。今もらえるもんね、うん、イベチケ。運が悪いことにね、今ちょうど仕事が忙しくてさ、遊んでないんだ。カンコリにしてもそうだったけど。修理、ありがとう。やべ、まだ一機も破壊しないんだけど俺。8ポイントだぜ。大丈夫、でもゼロキルやから。俺ガーベラ乗った戦績どうなるんだろう、ちょっと気になるわ。ガーベラマジ強いからね。俺結構ゲロビ得意なんだ。はい、私ゲロビ得意なの。ゲロビはね、なんかあれ相当当てやすいらしいけどさ、GP04 に比べると。なんか無双する予感がするわ。くそ、釣られた、支援機に釣られた。まああとあれだな、ユニコーンの時代が来てコストがどうなるかだな。まあアクトの狙撃みたいなやつがフルオートで飛び交うんでしょうね、多分、うん、マグナムが。マグナムがどうなるかが気になるっちゃ気になるんですけど、やっぱ。絶対当てたね、俺個人としては、あれだな、マグナムよりも、他の、まあ、高コスト系っていうか、機体が気になるね、コストが。ああ。400コスト。400。400コスト。ユニコーンガンダム、フルアーマー、あ、フルアーマーじゃない、フルコンとかどうなんだろうなと思って。500コストでいいんじゃないですか、500とかやだわ。クールタイムが廃止されるんじゃないかな、そうなると。あまりにもコストコでかくしすぎちゃったせいで。ありえなくはないと思うよ、俺としては。あー、死ぬ。ネモとかの機体の性能に関してもそうだと思うけどさ、どうなるんだろうね。あ、タンク買って。ビームシューターじゃないからガンタンクとか溶かせないんだよね、高出力なんとかでも。ゆるさん、あー、あー、ちょ、味方の誘爆のせいで死ぬ。そう、ちょっとぶっ放してくるか。爆発しちまう。やばい、ほんとアクト自爆した時の悲しみほどね、悲しいことはないから。いきなり、よし、当てられる直撃コースだって思ってポンっていくから。唐突に機体が消えるあの悲しみほどね、しょぼいものないから。もうちょっと大爆発エフェクトがあってもよかったけどさ。カークスキとか出るんですかね。どうだろう、出たら使いたい。
ですね。俺としてはなんだろう、ジェガンのエコーズ仕様のスナイパーカスタムらしきものが欲しい。あれか、あれです。新しい狙撃の時代が来るかななんて思ってんだ。なんか原作だと、原作っていうかなんだ、そのユニコーン内だとハンドビームガンかなんかを使ってたけどさ、青いなんかなんだっけ、なんとかマイン、チェーンマインかなんか使ってたやつ。ああ、なんだっけ、名前が出てこない。さっきまで見てたんだけど、ニコ動でなんだっけな。外れる、アクトの狙撃が外れる。シュツルムガリスやったっけな。そう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 、シュツルムガリス。あのチェーンマインがね、チェーンマイン増えるんかと思うとなんか絶望的に思うんだ。でも機体的にあれコスト軽そうかな。なんか装甲が分厚そうってイメージがあるんだけど、機体のコストが軽いのかな。軽いじゃないんですかね。うー、わあ、マドロック勝て、8キルか。とりあえず今5キルしてる。アクトで5キル初動アクトで来て、よくこの時間帯まで生き残ったなって自分でも思ってる。なぜ突なんですから。あー、おお。G3 は解けるんだけど、マドロックが解けないんだよな。マドロックとタンクあたりが全然解けない。マドロックあれ2700くらいあるんじゃないですかね、アイテム使ったら。かな。なんか俺マドロック銀座持ってんだけど使ってないからさ。まあ、使ってるんですけど、そんぐらいはいきますよ、軽く。わお、今度使ってみようかな、銀塚なんか作って。結構楽しいですよ、あれはあれで。あ、そうなんだ。榴弾だけ積んでやってもいいし。ゲルダン？なんかあれだな、武装をあんまり、なんか、あ、あれか、グレランか、ゲルランってなんだろうって思ったけど。なんかゲル弾みたいな、ゴム弾ならぬゲル弾みたいな。なんか柔らかそうだな、なんか気持ちよさそう。攻撃あった瞬間快感になんかこう身を任せる的な何か。おいしょい。アウチ、なんだこの狙撃は。どっからの狙撃だこれ。いきなり炸裂式飛んできたわ。あー届かない。みんな何機目？僕は今9ですね。17。俺は8。17。引く14。3ですね。やべ、思っていた以上になんか中心かなんかに敵がちょこちょこ侵入してるんだけど。上から行ってくるとされるしな。掘ったら上から撃たれるし。あ、入ってきた。あー死んだ。アクトが、貴重なアクトが。だー、こけた。パーツ使うか。あ、死にはない。久々のザクワンスナイパーでやるか。補給一ついけるかな、これは。どうだろう。くそー、やっぱ空中で狙撃しても当たんないな。どうしてあれなんだろう、あのチャースナーはともかく空中でのさ、ザクワンとかの あのスナイパーライフルって空中で飛んでった状態でまっすぐ飛ばないんだよね。ああ、砂かすはよく当たるんだけど。回復してガーベラガーベラにどんどん取られていくわ、ザクワンで溶かしていくと。
か行こうか。何より回収優先だ。よいしょ。4キル。どんどんダウンしていけ。もう生えたたきしかしてないな俺最近は。あ、狙撃されるなこれは。今回の戦闘力は与えておきます。あーやべ、4号機だ。ダメだ。うへえ、ミサイル。あ、EG8 だ、懐かしい。EG8 ってまだ現役なのかな。でもどっちの EG8 ですか。うん、いや普通の EG8、 強襲の。強襲。そうそうそう。昔はロケシっていうかバズ点灯時代だったからさ、どんなバズでも。マークされたな。うーわ、炸裂式か。炸裂式はなんか許せないな、狙撃手として。あい強い、テトラ強い。あー、損傷警備、任務続行します。くそ、狙い通りね。あー、補給艦が遠い。戦艦来てますね。うん、そうだね。攻撃が届かん。さすがに距離がありすぎて届かない。どうしよう。ケンパ、いや、いや。でさ、いまだに思うんだけどさ、このトリントンのさ、Y 拠点にあるさ、補給艦、下に下ろしてくんないかなってずっと思ってるんだ。妙に高いところに置いてあるからさ。Y 拠点？うん、Y 拠点にあるさ、補給艦あるじゃん。あれ、変なさ、建物の残骸の上に置いたら困るんだ。いちいち登んなきゃいけないから。起動する分にはいいんだけどさ、できしないと登んないといけないじゃん。それが俺きついんだ。戦艦まだ、ああ、いけたか。なんか適当に当たれ、適当に当たれ。よーし、こういう時は本拠点近くで狙撃だ。これは美味しいんだよね。オッケー。おいし、うまい。よーしい。あ、結構けど大丈夫か、うん、あ、早っ。防衛素晴らしいな、うん、思っていた以上になんか稼げなかったな。うん、やっぱ真ん中が無難かな、無双するんならば、うんうん、ちなみに俺個人としてはね、クレーターの側面かなんかに行って真横から奇襲かけるとがおすすめだな、俺としては。砂？うん、そういう気もそうだけど、強襲に関してもね、クレーターの側面から行った方がバレにくい。あんまりね、その側面側を走る人ってね、ネズミくらいしかいないからね、そんなになんかこう出会い頭に突然殺されるってことはない。じゃあやってみようかな。ちなみに俺ここ悪ジムでそれ やってネズミやりまくったことあったよ一時期。あれは美味しかった。それにリスキルもできるからね。性格ちょっと悪いけど。あ、狙撃失敗したな。うへ、チャービーはまずいな。誰か近くにいた今。あ、じゃあ。うー。サンちゃんが落ちてきた。サンちゃんがおった。ガーベラがいきなりブーンって出てきたからびっくりしたんだけど。お前かー。すいません。なるほど、早打ち勝負ってことか。ん？
真上から強襲しよっかな。あ、じゃあその俺バラキャ俺いただくわ。そっちか。はい、いただいた。いただいちゃったぜ。リミッター解除して暴れよ。どんどん狙撃していくよ俺は。カメラされて、あ、和田和田砂がいるな上に。レーダーあるからやっぱバレるかここ。あ、わたく、これ3機連続撃破。おお、当たんない。結構アクト練習してんだよね俺。当たんない、ダウンしたぞー。くれ、あー逃したもろ逃した。あ、弾ねえや。あ、エテさんタンクいるよここ、俺のところの近く。あ、うりゃ死ね、はい、オッケーオッケー、ナイスショット。オッケー、俺ちょっとね、溶かしきれねえわ今、耐久度がないからちょっと期待しよう。つか弾がない。例えばさ、アクトとか4号機とかに持ってるさ、照射式のライフルあるじゃん、うん、あれってさ、いつ修正来るの。もうちょっと威力上げてもいいよね。照射の使いどころがない気がするんだ。あ、ダメ。あれ使ってた頃ってさ、ガオンがまだそんなハイスピードじゃなかった時代だよね。アクトの照射、うん、あれじゃん、ガービラとか出てきてる時点でもう照射とか通用しないもん。さっきね、ネタ程度に使ってたけどね、当たんなかった。あれもいい、あれも移動式にできたらいいんですけどね。ああ、確かに、ゲロビと同じような運用でね。はい、よし、いっぱいいるな。飛び込んでくるか。飛び込むぜ。すげえ地雷の雨。タンクいるんだよな。タンク溶かしきれないんだよな。5機連続撃破。どんどん無双していっちゃうよ俺は。飛び込んだのに1機も殺せなかった。ダメやん。おお、危ねえ。まさかのフリッパーが助けてくれた。フリッパー、フリッパーってあれ、うおへ、あれ地上用、地上専用だっけ。あ、宇宙行けますよ。あ、行けるんだ。あ、じゃああれか、ナイトシーカー2だけか、地上だ。 ありがてー、弾がねー。危ねえ。今みんな何機目。ちょっと待って、16です。 16? あー、こかされた。とりあえず俺17行ったわ。あと何機。11。あと他にもいる、3人いるから、その3人のうち10キル下回ってなかったら余裕でクリアじゃない。おお、てかもうクリアしてんのかな、してないのかな、ちょっとチェック。あ、行ってる行ってる。あ、オッケー、行った行った、オッケー。行きましょう。まあ俺のチャービっていうかメガビームランチャーは未だに収まんないけどね。あぶね、邪魔したんで前立って。危ない、森田さん、おい自爆しちゃうよ。つかチャービが目の前いるから死ぬよ。突っ込むぜ。ダメだ、行っちゃダメだ、チャービが。おっしゃ、1キル。はい、出て。11交換か。いや、11交換はきついんじゃないかな。まあ秒数的にいいけど。あ、そうだね、もう1分、もう10秒ぐらいしかない。あら、当たんね。はい、おしまーい。何期だったかな、俺。やったー、デラックス、マイゲスト。おめでとう。おめでーす。いや、これ一人の時も絶望やった、どうしようかなーって悩んでて。俺もギラズールとか回すためにデラックス集めようかな。集めよう。結局12キル。
俺17キル。パーテル17。まあなんだろう、あの江出さんの真下にいるっていうのがちょっとあれだけどね。10あ本当17キル。ちょうど真下にいるんだ。サンクロム16。17だ。いや16か。16、17、12だね。ああ久々に勝ったな。すごい戦果を上げていますね。記録更新が。いやもらって。報酬が届きました。開封するコンテナを選択してください。あれやったんパーさん。ん？協力戦。ああどっちも放置してるよ。協力戦そのものを俺2、3ヶ月くらいやってないんだ。行こうか。どっちでやる？ジオンでやる？サンちゃん手伝ってくれる？はい。やったら俺あれかな、ヒルドロブ持っていくか。サンキュー。確かに2万、2万だったっけ？200万。200万か。2万ってなんだ。